ケビン・リチャード・ロングは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ロサンゼルス市、バン、ナイズ出身のプロ野球選手、野球指導者。左投げ左打。2018年シーズンより、MLB ワシントン・ナショナルズの打撃コーチを務める。1989年の MLB ドラフト31巡目で、カンザスシィ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。 同チーム参加のマイナーで8年間プレーしたが、左手首の故障などもあり、メジャーに一度も昇格することなく、現役を退く。1997年に A 級ウィルミントンブルーロックスの監督として、指導者としてのキャリアをスタート。1999年には A-9 スポケーン・インディアンスの監督として、チームをノースウェストリーグ制覇に導き、 同年度の最優秀監督賞を受賞。その後は打撃コーチとして a q チタラングラーズとトリプル AQ オマハロイヤルズでキャリアを積み、2004年からはニューヨークヤンキース参加のトリプル AQ コロンバスクリッパーズで3年間打撃コーチを務めた。2006年11月1日にヤンキースの打撃コーチに就任。2007年度のチーム攻撃陣を得点、打率、 本類打、アンダスーなど、打撃部門のほとんどで、MLB1 位に導いた。特に、ホルヘ・ポサダとアレックス・ロドリゲスを前年度の不調から、見事復活させた手腕は高く評価された。2008年は、主力選手の故障もあり、打撃成績は大幅にダウンしたが、翌2009年のシーズンは、攻撃陣が復活し、チームも9年ぶりのワールドチャンピオンに輝いた。 2010年のシーズン終了後、チームと3年契約を結んだ。2014年は、チーム打率がリーグ平均以下の245を記録。打点はリーグワースト2位となった。オフの10月10日に解雇された。その後10月23日にニューヨークメッツの打撃コーチに就任した。2018年シーズンからは、ワシントンナショナルズの打撃コーチを務める。 ありがとうございます。